攻撃も守備も、まあ、準備はできたという話はありましたね。いや、そうですね。そこはね、中小、まあ、プラスにしたいところなのかもしれません。前平塚、前柳、浮き玉のパス、山岸追いついた。先制されると9戦9敗の福岡が追いついた。前半のうちに1対1。まあ、ここでボール持った時の山岸、ここからの背後のランニングが素晴らしかったですね。はい、まあ、JG のところもこうすでに前に出てますし、まあ、このボールに対してまあ面作ってシュートというところだと思いますけども、うん、まあ、柳のボールも素晴らしかったですし、まあ、ここクロスターに対してこうプレッシャーがかかってないというところを多分山岸も感じていて、まあ、そこへのやっぱ入り方というところ、まあ、柳が蹴れる状態だったらここ裏狙うよというところが出たと思いますよね。いや、素晴らしいボールでしたし、面の作り方も素晴らしかったと思います。グローリーシェリカーズ。さあ、これで遠野からマルシーニョ、柳、まあ、遠野も2、さあマルシーニョスピードでこれ勝るか、柳も行くんですが、やっていけるかというところは見ていきたいところです。今みたいなパスですよね、まあ、前半あんまりこう今みたいなパス出せなかったですね、しみちね。